スペイン一部であるソシエダの日本代表 MF 久保武房は5月25日に行われたラリーが最終節アトレティコマドリード戦0-2フル出場した。通ールこそなかったが決定機の他にチャンスメイクもありキレキレのドリブルにスポットライトが当てられている。久保は前半7分。 右サイドで退治したスペイン代表 DF セサルアスピリクエタをかわしチャンスを作るなど存在感を発揮。前半15分には左へと流れていた久保がヒールパスで相手の逆をつくプレーもあった。さらに、0対1で迎えた後半15分、久保は右サイドからカットインで切り込み相手守備3人を無効化。ペナルティーエリア手前から強烈な一発を放つも、 相手ぐきやんオブラクに防がれてゴールとはならなかった。後半アディショナルタイムに2失点目を喫したソシエダは0対2でアトレティコに敗れ、ラリーが6位で今シーズンの戦いを終えている。データ分析会社、オプタの数値をもとにデータを展開するソファースコアによれば、久保は90分間の出場でボールタッチ66回。 パス成功42本中33本、成功率79%、キーパス1回、クロス成功6本中1本、ドリブル成功6回中4回、地上戦デュエル勝利数11回中8回、タックル1回、ポゼッションロスト19回という成績だった。ユ n e クス f フットボール公式 X は、 前半7分の久保の個人技のシーンを、キレッキレのテイク。久保竹房 VS アスピリクエタ。独特の間合いから一瞬の緩急で完全に置き去りに、と取り上げていた。